ス沖縄と沖縄チャンネルの皆様とのコラボ企画となっています。はじめに自己紹介をお願いします。はい、沖縄チャンネルのヒトです。うだちゃんです。アリです。ジュン選手エビン、よろしくお願いします。今回はですね、あの沖縄チャンネル、まあ、名物のクイズ、はい、ヌーヤガヤっていうのを、ヌーヤガヤ、はい、ミス沖縄さんとコラボしてやりたいと思います。このクイズヌーヤがやって見られたことありますか？はい、はい、存じました。あ、そうなんですね。あ、見といてよって言ったからね。じゃあ聞くな。じゃあ聞くな。沖縄チャンネル VS ミス沖縄クイズヌーヤガヤ対決。はい、これ対抗ですからね。はい、はい、もう勝負ですからバチバチですよ。はい、ということで今回のテーマはですね、沖縄。おお、やった。はい、沖縄で行かせてもらいたいと思います。はい、まあ、ミス沖縄さんはね、この沖縄のことを分からん方はちょっと恥ずかしいですね。はい、そうです。ちょっと強めだな。答えきれなかったらもうミス宮崎とかね、ミス、大阪とか知識少ない。宮崎とか全然いいと一緒。まあ沖縄、ミス沖縄としてちょっとプライドもあるかもしれないですね。それをバシッとね、伝えきれたらもうかっこいいですからね。はい、頑張ります。頑張ります。だってミス沖縄さんに勝ったらミス沖縄になれるんですか？なれる？ミス沖縄とはなれません。なれません。ちょっと笑ってるね。誰が群青色よ。これから どう言っても慣れないことは確かなんです。しょうがないな、これは諦めよう。で、沖縄チャンネルもですね、やっぱり沖縄のことを発信していこうというところで、やっぱり沖縄のことを分かっていないとちょっと恥ずかしいですよね。確かに、はい、はい、ということでいい感じの勝負が繰り広げられる。そうですね、負けられないよ。負けられないよ。で、ポイント制なので、はい、答えて、とにかくヒント1で答えられた場合はもう有利です。3ポイントいただけるので。うわー、これ大きいよ。はい、で、一番重要なのは島言葉ですね。純選手口、はい、それをどんだけ理解できてるかという。はい、じゃあそれでは早速第1問、こちらに書きますよー。今から書きますよー。なんか今のよりテンションなんかいいね。なんかね、美人がいるからちょっと。はい、ヒント1、ゾータムシーラでございます。はい、お手元にボタンがございますね。こちら次元装置となっておりますので、バカッとします。これ一度答えてください。それがあのクイズヌーヤガヤの。かわいいな。かわいい。これがヒント1、こちらで分かった場合は3ポイント、はい、書き終わったらボタンを押してください。はい、トイチュンドクイズヌーヤガヤ。これはもうちょっと難しいですね。難易度マックス。ソータムシージャ。もしかしたらこれは分かるかもしれないけどね。はい、はい、はい、はい。ほっ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 。ええ。ヒント？いや、別にこれは、無視しても構いません。めっちゃ考えた。何これ？ほっ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 。ええ、なんだろう。無視でやってますね。難しい。はい、お、うどんちゃん、じゃねー。サーターアンダギーではないです。はい、はい、はい、違う。でも沖縄って感じで、うん、いいですよ。しかし全然違いました。全然違うか。はい、はははヒントですか。ははは、ですね、正直言ったらヒントです。はい、それでサーターアンダギーって。あ、それは全然違います。はい、じゃあ、タナさん。はい、おー、今正解かなと思った。エイサーではないです。はい、シージャ。ちょっと難しいかな。おー、正解かなと思った。クルーザーターではないです。
じゃあヒント2いきましょう。ヒント2、こちら。アメリカン風字は、これ風ですね。純選手の G はこれ風です。はい、じゃあアメリカン風字は、ヒント2はこれ、こちらです。ちょっと難しいよね。難しいよ、難しいよ。はい、残念。すいませんね、ごめんなさい。ボタン押す前にちょっと残念、僕やってしまった。はい、じゃあヒカルさん。いやー、おー、残念。ブルーシールではないです。ブルーシールでもないし、ブルーシートでもないですけど、ね、あの、今までがこのヌーヤガヤはね、あの、結構難易度高くてもバンバン当てられたりしたから、はい、今回は本当に難易度高いです。はい、アリー行きましょう。アリー、はい。おお、惜しい。方向性は合ってます。合ってますね。パクチーではないです。くだりた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 くだりクレソン、ウレヌヤリア。もうそうだよ、シージャフージーで、これアメリカのフージバー、はい、英語が得意だったらね、ちょっと分かりやすそうだなと思ったんだけどね。はいはいはい、じゃあ早っ。おしゃっちゃいです。ジェフではないですね。企業名ではないです。アーリー、残念、バタフライPではないです。あはい、じゃあうどんちゃん。ホロホロジューシーではないです。そういう感じ。僕なんか地元ではボロボロジューシーです。ボロボロか。じゃあヒカルさんがちょっとペンが進んでないか、ちょっと難しいね。難しいね。しまくてば、いや難しいや。最終ヒントいきましょうか。はい、最終ヒントはこちらに書きません。お、書いてから分かった方はピンポン押してください。はい、から、じゃあいきますよ。ここ早くですよ、皆さん。早押しですよ、早押し。はい、書いてから。チン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 。ワンネナベラムチョン、ワンネペムチョン、オン。ペンナベラペンチ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 ン、ワネナベラモチョン、ワネパパヤモチョン、オーペンパパイヤナベラペンチ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 ン。はい、じゃあヒカルさん。これは漢字です。チャンプルー料理ではないです。はい、じゃあうどんちゃん。はい、ストゥーではないです。はい、じゃあヒカルさん。はい、はい、カチャーシーではないです。アイハートはペン、I have an apple. Oh, apple pen. I have a pen. I have an apple. Oh. サンプル文化ではないです。どういうこと？はい、じゃあうどんちゃん。はい、正解です。じゃあうどんちゃんが今1ポイント。はい、ということで、じゃあ正解を教えましょうかね。はい、正解発表します。正解はハブはナイスで、ハブでした。はい、じゃあおさらいしましょうね。ヒント1、ソーターの C だったらソーターっていうのは藤井聡太の先輩、ハブ名人。そういうことか。はい、これは何ですね。聡太、はい、の聡太の C じゃ。はい、藤井聡太の先輩は、ハブ名人ということね。はい、そしてヒント2のアメリカン風チバは、はい、英語に訳すとハーブ。なるほど。それは分からんかった。はい、ちょ難易度が難しかったかもしれない。だから私パクチーとかコリアンダーとか、なるほど、クレソンみたいな、ちょっとハーブ的なんですよ。そうそうそう、
で、ちょっと ピコトラルのところはね、ピコトラル、はい、ピコトラルだったっけ。ちょっとこんがらわしましたね。でも、うん、I have a pen, I have a apple、うん、でこの歯は藤井隆ということで、藤井聡太の時に藤井隆。どういうこと？もっとソースだなと思って、ライスかなと思って。あんまりなんかお二人納得いってないみたいな。納得いってない。難しいですね。ちょっと難しい。そうなのし、いや勉強不足ですね、うん、でも。いやもうそもそもヌーヤガヤはこういうクイズなんです。ちょっと頭をひねらせて。はい。まあ、でもあの今回はまあ1問目なので、これがまたあと3つ続きます、はい、全部で4問ありますので、はいはい、絶対正解できるチャンスはございますのでね、はい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、と安心この動画がゆたさんでチューブ群れチャンネル登録、アンサーに高評価ボタン、ゆたさんでグッドウニゲーソフラ、どうなんせーチューブ、せー